ですね、どこにいるかというとベトナムのホーチミンにいます。ホーチミンの、グエンディンチューという通りを今歩いているところです。で今このバインミー、ベトナムの、ベトナムはかつてフランスの植民地だったんですが、その時の名残でこうフランスパンって結構出回ってるわけです。で、こんな感じでね、今まあそれをベトナム風のものを入れてですね食べる感じです。ちょっとお腹空いたんで、今から、食べようかなって思っております。でこれベトナム赴任した時よく食べたんですけどね、これ屋台で買うやつ、カフェスダということで、カフェスダということでね、アイスコーヒーが頼めるわけですけど、練乳みたいに入れてですね、まあ、今頼みます。でこれで、外国人だと頼めるんですけど、たまに外国人には取られることあるんで、そこを気をつけておきたいと思います。ではこんな感じで今通りです。通り沿いにいっぱいこういうお店がありますので、皆さんちょっとで、ね、試してみるといいと思います。